中国政府が TPP ・環太平洋経済連携協定へのの加入の可能性をを検討しししていることを公表しました。中国総務省は陳太陽報道官の発言として TPP に加入する利害と可能性を分析しているとホームページ上で公表しました陳報道官は中国は常に TPP 交渉の行方に注目しており国内の産業界などにも絶えず聞き取りを続けているとも語っています 中国がこれまでより前向きな姿勢を示したのはアメリカが主導する TPP が中国包囲網になることへの危機感の高まりが背景にあるとみられます。